どうも、鳥のつべ団外です。アローインザダーク続きの方やっていきたいと思います。前回の動画は概要欄から見れるようになってます。さて、複雑なストーリーなので前回のおさらいしっかりしていきましょう。ついに行方不明になってしまったジェレミーを見つけたエドワード・カーンビー。ジェレミーが言うには、悪いものを少しでも長く遠ざけるために隠れていたということと、そして誰かと最悪の契約を結んでしまったということを発言していました。さらにジェレミーは記憶の一部が欠落しているようで、自分自身でもこのどうしようもない事態を何とかしたいと思いつつも絶望している、そういった様子でした。そこに現れた暗き者カンビーはデルセト屋敷に戻されてしまいます。再び屋敷を探索し、たどり着いた場所、それがタロエラ。ジェレミーが行きたいと願っていた場所、タロエラとはよく読んでいた本の中に登場する修道院のことでした。そこで出会った本の著者ホアンの助言で、暗き者とジェレミーの関係を解き明かすことで契約を消せるのではないかということが分かり、ジェレミーの記憶が保管されている図書館へと足を踏み入れます。そして見つけたジェレミーの記憶の断片、彼が過去にニューオーリンズで見た劇が暗き者と関係しているようです。果たして契約を消せる手がかりは見つかるのか。そして行方不明になってしまったもう一人の主人公、エミリー・ハートウッドの安否はいかに、ということで気になる続きをやっていきましょう。スタート。取り詰め。さあ、ということで、じゃあやっていきましょうか。とりあえずここの部屋入ってみましょうか。向こう側から入れないかい運送会社の近くに来てるって感じなのかな。で、あれだ、物資をめっちゃ俺なくしちゃってるから今どこに行くべきかわからない。じゃあ行けないんだな。ちょっと周りのもの使いつつじゃないとやばいかもしれないね。あ、結構レンガとかあるじゃん。おー、いるいるいる。どうも。これは投げていきまして、こっちのものも投げていきまして、よし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 。なんならこっちまで引き寄せたいけどな。これは回復薬か。じゃあこっちまでだな。それ OK、ファイヤーあ、いやでもこうやって落ちててくれるの助かるな。まあ普通にシンプルに弾薬とか常に必要だなっていう感じではあるんだけども。で、とりあえず今拾った回復薬使っとこうか。うん、一応ね。あ、満タンまでにはならないんだ。意外と1個で回復する量が少なめに設定されてるよね。その辺はまさにこれちょっとサバイバルホラーって感じ。とりあえずじゃあ、オールをゲットしつつ、まだ敵に出てくるのか。うわ、しかも奥にもいたな。この辺もあれかな、やばい地域なのかな。前回みたいに大量のやつに囲まれちゃうと嫌なんだけど。そこそこ、はいはい、反撃の隙を与えない。オッケー。いやでもこれでもう近接武器1個使っちゃってんだもんな耐久値マジでないよな。左奥の方にさっきもう1体クリーチャーがいたんだけど、とりあえずでも今開いた扉、その先にはなんかアイテムとかあるんじゃない。これね、中見ていこうか。あ、これはなんかマップか。あ、手がかり。ちょっとこの鳩場の近くには来てるわけだから、現在地右下の小屋あたりとかなのかな。下水道のトンネルがプレグスト運送会社の下を通ってる。ほう、そこから中に入れるはず。下水道行くんか。ちょっと敵大量にいそうだな。早めに物資を確保しておかないとやばいことになりそうだな。ちょっと細かく見ていこうか。迷路見たくなってるけど。あ、回復薬だ。いや、ありがてー。こっちは小屋の中とかできそうだけどね。ああ、ここレンガある。あ、ちょっと今うーって言ったかもな。ああ、いる感じがするね。これも近接武器かな。残骸すぐ壊れちゃいそうだな。ああ、いるね。ああ、そこに立ってるやつは倒せば奥なんか進めたりするのかな。弾薬とレンガ投げてみる。 OK で引き寄せていって、こっち来るかな？どっちから来る？あ、来た来た来た。ほい！ファイヤー！で、またぐるっと回って、あ、こっち側。いいよ。あ、マガジンのカートリッジだって。え、これなんか、装填できる段数が増えたりするんじゃない？オッケーオッケー。あ、燃え、やられたみたいです、さっきのやつ。いや、燃焼ダメでかいな。シャベルだね。うん、残骸よりかはシャベルの方がいいんじゃない？わざわざちょっとこっち遠回りしてよかったかもしれないね。これでもさ、マガジンのカートリッジっていうのを手に入れたけど、リロードできる弾数6発から増えてないよな。こっちのショットガンも2発のまんまだよね。ね、ちょっとまた別のところでハンドガンとかが手に入るのかもしれないな。あーと、ここに、あ、ちょっと物資あるじゃん。あ、ちょっと待って、スタックしてないか？スタックしてないか？このゲームちょいちょいスタックするときあるんだよな。あ、
やばい、ちょっとやばいかもしれない。ちょっとエドワード神、最大のピンチかもしれない。一歩も動けない。この状況で気づかれたらまずいぞ。スニークでハマったから。やばい、バレた、バレてない。ちょっと待って、スニーク、スニーク、ちょっとこっちの方行こう。こっちのスタックしてるから、お互いにどうしようもない。あいつも別に攻撃してこないし。あ、出れた出れた、よし。あ、もうタックル命ですわ。うん、結局どこかに向かってタックルしまくればスタックも解除できてるっすよ。オッケーオッケーオッケー。じゃあとりあえず飲み物とハンドガンの弾ゲットだね。いやー、やっちゃった方がいいかな。はい、ターツ与える。レン、あー、レンがそこを手前に当たっちゃうやつか。うぅ、宇治吐いたとこ、そこ殴る。よし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 、あ、倒した。で、近接武器がまたちょっと壊れちゃいそうだから、さっきの残骸と一回入れ替えてこようか。この小屋の中多分物資入ってるんだよ。で、ここ塞がっちゃってんのね。で、さっき地図みたいのを手に入れたところは奥に進めなかったわけだから、こっちの奥じゃないか。あ、しかも近接武器、あ、スレッチハンマーか。ちょっとこっちにしとこう。で、こっち側から、あ、上入れそうだね。絶対こういうとこちゃんと見とかないと虫負けしちゃいそうだもんね。なんかできるかもしれないけど、行ってみよう。よいしょ、うん、大丈夫かな。あ、ハンドガンのピストルの弾、オッケーオッケー。で、これは、あ、これもピストルの弾、オッケーオッケー。ピストルの弾4発ゲット。いや、入ってよかった。あ、あと鍵をとりあえずゲットだね。あ、じゃあどっちしろ来ないといけないとこだったんだな。じゃあ開けて出ていくと。おお、ただまた敵が一体出現しちゃうのか。なるほどな。去ってくんないかな。あ、ステルスモードにしたことで去ってくれたかな。ちょっともうちょっと距離あるところで戦いたいもんね。はいはいはい、レンガ持って、ほい、オッケー。一発当てたとこ殴りに行く。よしからの、いや、これはダメか。よいしょ、オッケー、ヒルマス、オッケー、ヒルマス、オッケー、連続攻撃。スレッチハンマーやっぱ強いな。ヒルマス能力みたいなのが高い感じがする。あー、でも結構ここの迷路みたいな場所はハンドガンの弾とか置いてくれてるな、助かるわ。あー、でまだ瓶とかもあるね。ちょっと余裕持って活動できるようになってきた感じはあるかな。またでもこれでが下水行くとなると結構一気に敵が出てくるだろうから、その辺は気をつけていきたいポイントだよね。こっち側は、あ、また弾だね、ピストルの弾。よし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 、あ、結構あるな弾が。お、すごいな、敵出てくるよって言ってるようなもんじゃんな。 OK、 じゃあとりあえず大体周りの物資も見たということで、鍵を使ってクレーンを操作する感じかな。これで荷物で塞がっちゃってるんだけど下水に行けるようになるって感じだな。おっとおっと、なんか登場した音がしてるけど、できた。それは来た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 、2体か、いや3体。 OK、 燃えたぞ。一緒に燃え上がってくれ、そのまま。どうだ、ちょっとリロード挟んでいきながら、レンガ、オッケー。いや、一回炎上しちゃえばちょっと時間経過でじわじわダメージ食らってもらえるの助かるな、あれ。いや、でも一気に3体もまたこうやって出てきちゃって、おーっと、いや、ちょっとすごいな。あ、これ量がすごいからちょっともう下行っちゃった方がいいかも。こっち、あー、危ねえ。よし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 、さあ、じゃあとりあえず下水に入ってきたわけだけど、やつらもう追ってきてないよな。なんかいるじゃん。でも塞がったのかな、これなさそうだよね多分ね。いや、下水か、やだな、こんなとこ進みたくない。え、待って、入ってきてる、入ってきてるじゃん。ちょっと待って、よいしょ、通りますよ。危ねえ危ねえ。下水なんかあいつら入ってこないと思ってたら入ってきちゃった。くぐり抜けはしてこないよねさすがに。ああ、怖っ、勘弁してほしいわ。よしよし、あー、でも近接武器もそこ一体いるな。あれはでも物資ないよねきっとね、多分何もないだろうからスルーだな。ちょっと無駄な弾は消費したくないよね。
なんか雲みたいのいる。レンガがとりあえずここに行こう。なんだなんだこの轟音は。すごい地鳴りみたいのしてるけど、しかも足元が悪いから動くのにはあんまり適してない感じだよな。まあちょっとこのまた角待ちしてそうだな。あーショットガンで行った方がいいか。オッケー、よし、確実に一発のダメージでかいのを当てていきながら、よし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 、オッケー。ちょっと次来るようだったら少し引き返してレンガとか使うのもありかもしれないね。で一体処理した先こっち側かな、明るくなってるからね、行ってみようか。それはそれ敵じゃないよね。もうなんか何もかもが敵がうずくまってるように見えてくる。あーなるほど、はしごで一旦上に行けるようになってるみたいだけど、そこもなんか瓶かな、これ回復薬、あ回復薬だね、よしよし、飲み物ゲット、よし、じゃあ上行こう。まだまだ敵いっぱいいんだろうな、登った先とか危ない予感するよね。よし、あなんか倉庫の中みたいなとこかな、ね、よしよしよし、倉庫の中に入れた。オフィスは上の階のはず。オッケー、とりあえず飲み物満タンになったから、1個使っちゃおうかな、回復しとこう。レンガとかも割とあるから、そういうのを使っていけばなんとかなるかもしれない。回復薬、あいいよいいよ、物資はちょっとずつ増えてきてる。上の階かな、どこだろうね、なんかワウワウ言ってんだよな。景品だね、オッケー、コレクションアイテムを1個ゲットして、ここの扉は開かないかな。あーもうめっちゃなんか瓶あるじゃん。あ、回復薬の量やばいな。そのダメージめっちゃ食らいますよみたいな設計してんの。上行ってみようか。それより弾の方が欲しいわ今は。あ、奥のオフィスかな、そっち側だね。あーなんかいろいろあるね。あ弾薬、ショットガンの弾、さらに回復薬。お待って、すごいやばそうなのあるじゃん。ちょっと待って、これ取るとなんか進んじゃいそうだから一旦下の、こっち、彼のすべての所持品。我々の船はドックに入っていた時に襲撃された。あーこれ謎解きのヒントだな。なるほどね、左に暗闇、右に感情、まあ今後必要になりそうだね。でこれよ、来た来た来た、こいつを使ってみたかったんだ。俺も俺もめっちゃ強そう、トミーガン。おーいいね、トミーガンっていうところがこのなんかアンティークな世界観と合ってますね。はいはいはい。さあでも手に入れちゃったからには敵が出てくるだろうな。でさらにここの金庫の鍵、左に暗闇、右に感情っていうのが多分この金庫のヒントになってるってことだよねきっとね。ただ数字で言うといくつなのかは分かんないから、また数字に変換する何かがあるってことかな。金庫を開ける鍵になってそうなもんだけど、左に暗闇、右に感情、こうダイヤルをね回せそうな感じするよね。そして初めの文字で戻す、ほうひらがなになってるのがなんか関係してるのかな。これさ最後の文言、初めの文字数で戻すだから多分最後は4になると思うんだよね。3桁の数字になるんじゃないかなと思うんだけど、単純に文字数換算でいくと454っていう話にはなるけど、234で右に12345でもう一回1234。あー違うっぽいな。わからないわからない、どうしたら右に感情わからない、僕の感情わからない。これ4メモリさっき進んじゃってたけど、そうじゃなくて左に対して4までやって、で次が5に、右に5にして、で4文字分戻るってことじゃない。4にも、うん、まあ言ったからいいや。4文字分戻るんじゃなくて単純に4にするだった。あ数字の問題だったんだね。1892年、配達先がブラックファラオ様って書いてあるけど、まさにあの暗き者の姿そのものって感じがするよな。ちょっとファラオっぽい見た目してるよね。ギャラティンストリート13っていう住所がヒントになってきてると。じゃあそこに向かうっていう話なのかな。よっしゃ、うん、ジェレミーが初めて暗き者と接触した場所の住所。まあその暗き者にもモデルみたいなものが存在するってことだよねやっぱりね。で住所手に入れたところで戻ろうとするとバーンなのかいっぱい出てきそうだよね。なめちゃめちゃ物資あんだよなここのエリア、広いし絶対的に出てくるよな。この辺ねまだ使ってない瓶とかもいっぱいあるから、降りたタイミングでかな。来いよ来いよ来いよ、来ないと。やっぱ来んのかい、やっぱ来んのかい。
これ一旦上行こう。一旦上行ってまずはこの瓶、これを上がってくるよね、上がってくるよね。はい、よし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 。で下にも行けるところがあるからそれも活用していきたいところなんだけど、ちょっと前出ようか。上がる場所はあの階段のみだから、あれでずっとつまずいてる感じか、炎で。どういう状況、何体か出てきたはずだよね。はい、よし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 。これでもあれか、あんまりそっち行きすぎると危ないかな。ほいほい、リロード。あ、これやばいから、もうやばいかもしれないね。こっちの瓶も使いたいなーとかって思ってきちゃったけど、やばいかもしれないね。おいでませー。これさばききれない可能性あるな。これここで迎え入れって大丈夫なのか。全員団子状態になったところ、この火炎瓶で一掃したいところなんだけども、あいつら全員詰まってる、なんか来ないね。その辺までは来てるはずなんだけど、ああ詰まってたんだ。しかも当たってないのか、今の当たってない感じすんね。はいはい、オッケー、リロードして、とりあえず1体ダウン、ハンドガン切り替えて、はい、燃えていく、ナイス。あと炎上させて、ほいほいほい、一回消えるの待とうか。まだ何体かいるんじゃないか。なんか BGM 一回収まった感じになってるけど、声してるよね。火消えました、戻ります。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。下の階まだ何体かいる。あれ意外と思ったより少なかった感じかな。ねえ、はい、燃えてもらうよ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。からのあんたも、よいしょ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 。でもう一個瓶、これだね。はい、えいよ、どんどん燃やしていこう。あ、セーブ入ったから倒しきったかな。よしよしよし。いや、周りのこの瓶とかがいっぱいあったのすごい助かる。あ、かなり潤いましたね。節約節約でやらせてもらったんで、中3番通りみたいなところっていうのかなに行ったらいいって感じだよね、きっとね。うん、目標変わりましたね。霧の層が晴れてきた。うん、オッケーオッケー。じゃあそっちに行ったらいいのかな。これもう完全に街中だけどね。いや、全然まだ敵出てきそうだよな。大丈夫かな、この家。入っちゃった。うー、すごい勢いで入っちゃった。ぶち破る勢いで入っちゃったけど。階段2階かな。あ、なんか魔術師みたいな、なんかそういう占い師か魔術師かそういう人の館なのかな。そのマジシャンの劇が何かトラウマに繋がってるみたいな感じか。すごい上まで続く螺旋階段だけど、ここだね。入ってみよう。あ、ジェレミーだ。うん、トランプが落ちてるからやっぱマジシャンだろうな。これは一体なんだ。ようこそ探偵、ミシシッピで見られる最高のショーへ。ナイアーラトテップ、暗きファラオ、千の命を生き千の仮面を築いた古代の魔術師だ。あなたが奴を暗き者と呼ぶ理由か。まあ、マジシャンが怖くなって今はあなたの頭の中にいるのか。好きに言うがいいさ。でも彼の存在を避けられると思う君もおかしいぞ。周りを見てみろ。温度差あるじゃん。途中の話があったよな、契約の解き方を言おうとしていた。それは無理だ。彼女の解放はたくさんの人の死につながる。でも解く方法はあるだろ。あるとも、手順を踏めば抜け出せる。どうやら知ることはできない。彼の沈んだ砂漠の神殿に埋葬されている。僕は敵じゃない。どこへ行けばいい。神殿はどこだ。いや、ダメだ。生贄を捧げなければ。くそ、ジェレミー、
あなたを救う。必ず。はあだよね。なんか言い回しも分かりづらいしさ。もうちょっと簡潔に言ってくれよな。助けてもらおうとしない人をどうやって助ける。本当だよ。まあ何が何でも助けるけど、どうにか神殿を見つけないとな。エゴとエゴのぶつかり合いだもう。こっちは探偵で依頼されてんだよって料金もらっちゃったからね、やらないといけないっていう。プライドみたいなとこもあります。さあそしてこれは、あーこれあれかな、ジェレミーの備忘録に書かれてた絵と似てるんで、なんか謎解きのヒントという感じでしょうかね。あーなるほど。でここで数字を打ち込むという感じだな。ここに書かれてる右下の絵ですね、これがジェレミーの備忘録に書かれてるやつ、さっきのやつ一緒だよね。でこの紋章が数字になるわけだから、結局前に使った、でこのペロッシーのジャーナルと当てはめていくと、5と8と2かなの数字が当てはめられそうだということがわかると。うん、ここのねマークと一緒だもんね。でこれを、582をどういう順番であとは入れていくかっていう話になってくるわけだけど、外側が2とかってことなんだろうな。一番内側が8番ってことだよねきっとね。真ん中が5で最後が2かな。あ、オッケーオッケーオッケー、いけた。うん、映し出されてるのはすぐ横のところかな、そこの火だね、これだよね。ということはまあじゃあ実際この部屋から出ればもうあれかな、一旦デルセト屋敷とかに戻れたりするのか。開けていこう。あ、開かないのか。あ、待って、棺が開いてる。そんな仕掛けがあるとは。おお、じゃあここの隙間入っていこうか。あ、もうそのまま神殿直通な感じじゃない。真っ暗だけど進んでいこう。来た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 。おーすごいね。沈んだ神殿に入る方法を探す。オッケー。わあもう本当にモアンだねこれは。ちょっと久々に聞いたかも、カービィのモアン。皆既日食みたいのが起きてるって感じなんだろうね。すごく綺麗だけどもね。え、さあじゃあこの砂漠のエリアもうちょっと進んでいきましょう。さあまずちょっとこの段差降りて、割と先頭になっても大丈夫かなっていう気はするけど、そこはなんかアイテムありそうだね。あ、近接武器だな、シャベルだね。と弾が置いてある感じ。沈んだ砂漠の神殿、下に行かないとな。降りたらひとたまりもなさそうだけどね。ここからいきなりは降りれないだろうから、どっか入り口を探していくっていう感じかな。あ、なんかそこにテントみたいのあるけどね、誰かいるのかねえ。あ、結構いろいろ物資が置いてあるけど、焚き火が残ってるね。あ、このロープは使えそう。うん、これキーアイテムだね。じゃあこれで下に降りていけばいいって感じだな。そしてナイルの谷の先、レフレンカの神殿が我々の拠点の真下にあるようだ。うん、努力も虚しく、あの邪悪な場所は崩れたのではなく砂に埋もれただけだった。ファラオは死に、彼の名は歴史上の書物から消されたが、血と恐怖の神殿は残されたままだ。この神殿には光が届かないと言われている。闇の者たちを呼び寄せるために建てられたようだ。いいね、神を呼ぶためには我々の世界と向こう側をつなげる橋が必要だった。ほう、お牛座のアルデバラン、黒い太陽は夜空で最も重要な星だ。うん、キタブ・アルアジフによると、ハイヨル・コントン・ナイヤー・ラトテップはあの星に住んでいるらしい。古代の技術を使って、祭司は光るねじれ双角星と呼ばれる奇妙な石が発する光を集めたと言われている。暗き者の像の上に光をため、神へのメッセージとして黒い太陽に送られたと言われている。メッセージを送った者がどのような祝福を受けたのかは書かれていないが、おそらく魂と引き換えに何らかの奇跡を起こしたんだろう。魂と引き換えに、すごいね。
これでもさ、奇妙な石がっていうのはさ、なんかあの魔除けについてる石とも思えるよね。そうだよね、この魔除けについてるの黒い日曜石って書いてあるから、カービーンがいることによって全てが完成してしまいそうな印象を受けるんだが、大丈夫なのかな。あ、でここでキャンプか何かをしてた人も人なのか動物か、うん、なんかもう完全に頭蓋骨になっちゃったんですけども。さあ、そして弾なんかも一応回収しつつ、ロープを使ってじゃあ神殿の下に行けるっていう流れかな。おーおーおー、なんだなんだ、あ、それは襲ってくるやつ、襲ってきそうだね。あ、大丈夫か、飛んでった。危なかった。一回あれか、あのカービーに突っ込んできたやつだな、コウモリみたいな。あ、ここだね、ロープアンカーにつけて、さあ行くぞ、よしよしよし、下に降りるみたい。わあ、本当にトレジャーハンターじゃない。え、ちょっとワクワクするね、この冒険感もいいよね。うん、うわあ、すごいとこに来たな。まさかこんな展開になるとは。古い神殿の機構を使って契約を解き明かす。なるほどね。あー、すごい。いや、もうちょっとなんか遊戯王とかの世界みたいなね、死者蘇生のね、あの十字架みたいな。なんかいろんなところにメッセージを感じるな。で、なんか周りには鏡か何かを掲げてるやつがいる。あ、でもここには鏡はないんだ。多分持ってきてあげるんだろうね。で、あいつに当てるとかそういうことなのかな。なんかそんな謎解きも待ってそうな雰囲気ですけども。あら、ここはなんか青く光ってるから入れるようなエリアなのか。これはジェレミーの本にあった星座だ。はいはいはい。一つの星が明らかに大きい。うん。何か重要そうだな。そうだね。まあ、これは完全に謎解きって感じだな。はい、ということで非常にワクワクする謎の神殿にやってきたわけなんですけども、今日のところは一旦区切って続きはまた次回やっていこうかなと思います。アロンインザダーク、今後の動画更新気になる方はぜひチャンネル登録してエトリのすべてに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後のご視聴ありがとうございました。いつも皆さん高評価やコメントありがとうございます。ファンレター、支障箱の詳細は概要欄をチェック。今年中のリリースを目指して現在アルバムを鋭意制作中。制作の舞台裏はメンバー向けラジオで公開しています。いつも動画を見てくれてありがとう。